まだ売り切れてない。捕まらないよね。さっきから行き止まりばっかり言ってる。出たら出たんで。来たらね、一発だよ。ああ、やはり僕は美しい。彼の名前はナルキストス。今日も自分自身が映った鏡を見て、美しいと自負している。その時、召使いの天使っぽい人が部屋の中に入ってきた。ミレーネ様から贈り物が届きました。中身を確認してください。僕は忙しいんだ。そんなもの、捨ててしまえ。まったく、あの野郎は、なんだってこんなものを届けてきたんだ。私の貴重な時間を取らないでほしい。すると、窓の外からこっそり誰かが見ている。あいつ、私の贈り物を。もういい、呪いをかけてやる。これで、奴は誰にも好かれまい。このビレーネの嫉妬心が、ナルキッソス、そして逃走者に大きな影響を与えることとなる。ゲーム前、エリアに散らばる逃走者たち。30秒か。今回はハンターがどこから放出されるかわからない。あ、そうだ、一応あいつ行こう。広っ、わーすげー、神殿。ハンターの解放場所がわからないから、逃げた先に解放場所がある場合はありえる。うわー、緊張するわ。よくね。何これ、あ、すごい、まあ、でも見てる暇ない、見てる暇ないわ。広すぎてちょっと。ゲームが始まった。音でかい、音でかい。マジ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 、放出されたか。で、つむつむつむ、これで、こっちに来ちゃったけど、エリアってどこからどこまであるんだろう。今回の舞台は神話の世界の中にある神殿。広さは東京ドーム約3個分。雪に囲まれたこのエリアでは、建物内はもちろん外通路も逃走可能だ。賞金は1秒100円。2箇所に設置された自主用電話から申告すれば、その時点までの賞金に応じた宣伝タイムを獲得し、リタイアできる。これね、横から出てきたらもう終わりだよね。前回逃走成功を果たしたシュー、隠れる場所に不安を感じるようだ。前回開始早々に捕まった白魔、あれは今回こそは逃走成功することはできるのか。やばいな、ちょっと今回若氏は本当にせめて存在感を出していきたいと思います。見てる。今回初参加のサンキラ、とりあえず今は逃げないと、手のことになるとタブキ出していいのかな。ちょっとごめんなさい、少しテンパっているようだ。一旦ここに隠れよう。多分ね、ここ難しいんだろう俺ね。そうだ、いいわ。この建物階段が2つあるから、片方から降りれば逃げられる。前回は惜しくも捕まってしまったタックン、そこから入ってこないか。前回は兄弟での参加だったが、果たして。よし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 、よしじゃないんだよな、こんなとこに隠れ。いや、適当に隠れたけど、でも今回ハンター1人だから、大丈夫なはず。どうにかして外に出たいけど、前回ミッションクリアや後半まで生き残るなど、かなりの戦績を残してきたマジ豆腐。こちらとしてもぜひ今回も頑張ってほしいところだ。ハンターは神出鬼没、いつどこから現れるかわからない。あれ、こうすればここに、ここってもしかして見つかったらもう絶対逃げる。今回の初参加者の一人、テクト。怖いな、なんか天使がずっとね、泳ぐ天使に恐怖を感じる。よし、頑張ろう。うわ、緊張。こちらも初参加のグレー、かなりの緊張でマウスが震える。怖い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 、天使多すぎ。え、なんか紛れられないから、俺天使みたいなもんだし、こうね、天使みたいな。
怖いな、なんか天使が大量にいる。これから会う先は天使かヴィーナスかハンターか。ドアの音聞こえなかった。ハンターだ。ハンターに遭遇したが、水の壁もあり視界には入らなかったようだ。それは困る。リスクを感じながらも隠れる場所を探す白魔の近くにハンター。わわえはぁマジで。うわ、待って、前回も一発目、今回も一発目。白魔さん捕まった。待って、白魔さんってあの人じゃない、匠スキンの。うっそ、白魔さん捕まったとか。早い。他のみんなが驚く中、白魔の確保地点の近くにいたグレートタック。いるね、いるね、いるね。見つかったのはグレーだ。もう笑うしかない。お疲れ様でーす。はいや、あまりにも早い段階で2人が犠牲となった。危な。本当だよ、だってグレイさんってさっきまで建物にいた。早くもゲームが動く中、この後一通のメールでさらに展開が加速する。美の女神ヴィレーネの贈り物を捨ててしまったことによって、恋をしている女性に会えなくなる呪いをかけられてしまったナルキッソス。そのナルキッソスのお相手シューレは悲しみに打ちひしがれていた。ああ、ナルシス、なぜあなたに会えないの。まるで魔法にかかったかのようにピタリと会えなくなってしまったわ。もう待っているのは辛いの。あなたに会えないならいっそ私。何事ですか。この一件で深く傷つき、大きく行動に出たのはシューレの姉ネメシス。彼女はナルキッソスが犯人だと思い復讐を誓う。私の妹が死んだなんてことだ。すべてはあの男ナルキッソスのせいだ。あいつが何かしたに違いない。あいつを絶対に殺してやる。ナルキッソス、ヴィレーネ、シューレ、ネメシス、これらの登場人物によって引き起こされた物語。すべてはヴィレーネが作り出した計画なのか、それともさらに上の者が作り出した。エリア内のどこかにハンターからの逃走を有利にさせるアイテムを設置した。探すか探さないかは君たち次第と。探さない。通達、便利アイテムを手に入れろ。現在エリアのどこかに便利アイテムが設置された。今後を有利にするために行動を起こすか、今の安全のために動かないかはプレイヤーの自由だ。意外とマップ広いのかな。なんかずっと一部分で逃げてたんですけど、でも空いてないから今のところはハンターからの逃走有利にさせるアイテム。サンキラさん。足落ちなかったとか。ピクソー、ピクソーさん。通達。いやもう俺らには関係ないです。関係ないから。俺らのミッションここで面白いことするぐらい。俺らのミッション、トークでしょう。トークですから。ピクソーさんどうします、行きます。いやーどうせちょっと怖いね、今行くの。怖いですよね、今行くのは普通に怖いですちょっと。たまにね。はい。たまにこう、ハンターの後ろを結構通るときあるから、結構近くにたまに来るんですか。あれっぽい。何かに気づき、行動を起こそうとする。行ってみようか、ワンチャン。いや、だからハンターが向こうに一回行ってるから、もう来ないかもしれないから。行ってみよう一回。ちょっと、どうせすぐ近くだから。怖い。これは？ティッシュボックスだ。
ある意味最強アイテムを見つけてしまった。電話を取る。今回は動かないでおきましょう。通達はミッションではないため動かない判断に出た。探したくない。だってどこもどこか分かんないもん。もうエリア内のどこかやだ。アイテムね、どこにあるか分かんない。まあ隠れながら、いい隠れ場所探しながらもうちょっとですね。うん、逃げ道があそこしかない。もしもし。あ、もしもし。どうですかそっち今ですか。今実はちょっと、はい、グレーさん捕まった後に走り去ってくハンター見て怯えて動けない感じです。やばいな。いやなんかマップ回ってた感じ。結構二人で行動しているサンキラとテクトの近くに、なんか自分が今まで来たハンター。ハンター来た。これちょっと、ああ。ハンター来てる。上がなかった。ちょっと、ね。迅速な判断に。じゃあちょっと一回気づかれなかったようだ。こっち行きます。ハンターいた。行くぞ。テクトさんか。ハンターいた。待ってね、これ。待って、同じじゃない。ずっと同じだこれ。直進なので進行方向も同じだ。自分こっち行きます。はい。怖いな。この牢獄をいかにどのように見ている方にそのどんな感じで説明するかをちょっと任されてるよ。この階段の配置、この階段とこの なんとかブロック、光源のブロックの配置。次のミッションまで待ちますか。そうですね、次までは一応ここで待機。遠くにハンターを発見した。ハンターが見えた。こっち来てる、もしかして。大丈夫かな、大丈夫かな。それではちょっと行きます。はい、止めてください。はい、建物の構造を利用し、うまくハンターから距離を取ることができた。待って、もうハンター来てる。ちょっと待って。あ、気づかれてない。よかったー。待って、危ない。ちょっと本当に焦りすぎて黙っちゃった。危ない。面白いことを考えついたわ。フィネーレとナルキッソスを鉢合わせましょう。フィレーネは僕の城にいるはず。ではここはもう封鎖してしまいましょうか。ネメシスは妹が死んだ当の本人たち、ヴィレーネとナルキッソスを鉢合わせさせることによって一悶着させようとしている。この行動が逃走者たちに大きな負担を背負わせることとなってしまう。あ、ミッション1残り40分になると復讐の神エメシスの手によって第一エリアが封鎖されてしまう。それまでに牢獄の前にあるテスト扉を通り第一エリアから第二エリアに移動しなければネメシスの力によって強制失格となる。何そのミッション。あ、ミッション、第一エリアから脱出せよ。残り20分までに城の門を通り第二エリアに移動しなければならない。移動できなかった場合は強制失格となってしまう。なお早めに移動できた場合は城内を自由に下見できるため。わかった、鉄扉ってさっき見てたもんじゃない。ってことは今ハンターがいなければこれ早速第二エリアに移動できるチャンスってことですよね。強制失格を逃れるため早めに行動するタックンとシュー。待機中だから待機中。
待機中、また待機時間。待機中。暇すぎないから。もうこの機会でね、白馬さんとすごく仲良くなれるっていう。仲良くなりたいですよ。そうそうそう。チャンネル持ってますか？これ、持ってますよ。ツイッターありますか？あ、ツイッターありますよ。あ、もう全部フォローしちゃいますもん。もう全部全部。地図が欲しい。行くか。じゃあ今ね行くか取り直した。3キラはまだまだ余裕そうだ。待って、今これアホだけどちょっとやりたい。エミシスの力によって強制失格となる。髪ってなんでこう勝手なんだろうな。怖くて声が震えてるんですけど。やばいやばいやばい。第二エリアへと急ぐ二人。これあ、シュウさんだ。シュウさんだ。え。あ。やっぱりここ第二エリアのもんだ。あ。何見てんだよ。おい、何見てんだよ。何見てんだよ。さっさとこっち来いよ。どうもどうも。渡ろう。持ってたからな。やった。あ、第二エリアだ。天使、ようこそディーテ城へ。ここはヴィレーネ様が治める城よ。いや、ちょっと待って、カタカナの名前ばっかでわかんない。もしもし。あ、あ、こんにちは。もしもし。はいはい。あ、マシトフです。ミッション1来ましたね。はい、そうなんです。ちょっと、まあ、まだもうちょっと9分ぐらい時間あるんですけど。でも9分以内に。結構上の方にいるんで、ね、今。自分も、牢獄がどこにあるかわからないんですよね。見ましたか？そうなんですよ。牢獄、まだ一回も見たことないんで。くそ。牢獄。自分ちょっと早めに動いてみます。はいはい。では、お先に失礼します。はい。さあ、早速。そう、マジトーフさんはとりあえず、もう動くって言ってたんですけど、まあ僕も多分動かないと、もうすぐに動かないと、そもそも牢獄の場所がわかんないんで、ちょっと牢獄を探すテクトの目の前にハンターが出現。これは終わったかも。その先には、マジトーフがいた。そっとじだ。いや、意外と小回り効く。あー、バレた。ミッションのためとはいえ大胆な行動も大きなリスクへとつながる。近かったらいいんだけど。わっ、ティクトさん捕まったの？マジか。やばいっすよ。じゃあこの建物付近にいるって可能性は十分ありえんのか。テクトさん、ごめんなさい。私が。現在2人が移動を成功し、テクトが確保され、残る人数はだいぶ減ってしまった。残った2人は鉄扉から離れているため、向かうだけでかなりのリスクを要する。果たして残りの2人は無事移動することができるのだろうか。